はい、LL の沢です。こんにちは、こんばんはです。今日お休みでね、ひたすら寝てました。もうほんと今年入ってからハードワークでね、ちょっと大変だったんですよ。やっと昨日で最終決着がついて、やれやれってとこなんですけどもね。結構やっぱりですね、しんどかった。何もやる動きなくてね、今日一日寝てたんですけども、夕方ちょっと元気が出てきてね、あ、これこれ、プラモなんですけどもね、サンダーバード1号ですよ。1号ちょっとやってみようかなみたいな感じでね。で、1号に限らずね、この青島のこの再販されたやつはね、多分小学生向けにその企画された商品じゃないですかね。割とね、大雑把なんですよ。部品点数もそんなにないし、こんなもんです。これとこうかな。割と大雑把に、だからこれはそんなに疲れない。ガンダムはね、結構細かいしね、目が疲れそうだなと思ったんだけど、サンダーバード1号だったらば割と大きめな部品だからいいかなと。あと、色をどうするかなって考えてましてね。こう、もともとのシルバーなんですけど、こういう感じのシルバーなんですけどもね。この作例見ると、もっとこう、きらびやかなシルバーなもんですんでね。これガンダムマーカーにないかな。ガンダムマーカーでこうスプレーでやるんですけどもね。あと、ここ、このとこですよ。ここが、青になってる、その、下のところね、青になってるもんで、これはね、なんでスカイブルーだったのかな、空色。これちょっとゲットしに来なきゃいけないし、で、先頭部分、ロケットの先頭部分が、これはガンダムレッドでいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。で、この辺がちょっとこう、青っぽく、こう、なんだっけ、その、ノズルのところがちょっと、スカイブルーで塗るとこあるんですけど、まあ、ここは手で塗りゃいいかな、みたいな感じでね。なんてことで、ちょっと明日は気分転換に。何せね、ほんと大変でした。この 1月入って大仕事でね、さすがにあれですわ、コンピューターをいじくの大好きでしたんですけど、今日は何もやろうって気にならなくて、ひたすら寝ておりました。明日あたりからちょっと活動開始ですね。塗料買ってこなきゃね、ガンダムマーカーいりますね。はい、そんなことで、またお会いしましょう。